カンブリー。どうもガリレオです。興味深いメールが届いた。フリーター男性、今年で25歳、彼女にいない歴25年です。一向に女子が振り向いてくれません。どうすれば思わず女子も振り向くかっこいい男になれますか。実に面白い。この問題を解決するには何事にもうろたえず常に起立することだ。先生、カミカミじゃないですか。大丈夫だ。さて、ここにモルモットがいる。モルモット。この男性にいろんなことをしてみる、はい、まずはビンタだ。かっこよくいられるかな。ちょっとこちらを。え？そうだな、そうだな。顔がこっちの。ちょっと待ってください。まずかっこいいですか？実にかっこいい。殴られた時の絵は顔はこっちの方がいいだろう。うん、うん、そうですね。だとすると左手でやるんですよね。そうだ。先生、利き手はどっちですか？右利きだ。不安ですね。不安です。焦点になるパターンですよね、これ。ありえなくもないな。変わろう。すいませんね。音も出ないやつの可能性ありますからね、やっぱり。それでは、実験。無視かよ、おい。実験してみたいと思う。はい。おおおおお、実にかっこいい。さあ、次の実験だ。ちょっと。ペース早くないですか？もうちょい広げるか。広げるか。はい。なんか、どうだった？割に合わねえ感じがする。さあ、次の実験。顔が赤くなってきたけど、どうした？どうしたんでしょうね。どうした？どうしたんで分かりません。あんまりこちらを見せるの、カメラに。もう。あ、そんなにですか？そうだ。そんなにですか？さあ、次の実験に行こう。はい。君、携帯持ってるな。はい。ちょっと携帯を見せてくれ。この彼の携帯を投げ捨ててみよう。ちょっと待ってください。なんだ？なぜですか？かっこよくいられるかどうかの実験だろ。行くぞ。ピンとこないな。どう投げてほしい？は？こうか。投げないでほしいです。こうか。いや、投げないでほしいです。普通に落とすか。はい。ああ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 あ、実にかっこいい。本当に？実にかっこいい。大丈夫。大丈夫。ストラップだから別に。ごめんね。ごめん。次の実験だ。一個余計じゃないですか。次の実験だ。鼻の穴にお菓子を詰めてみようのコーナーだ。もうコーナーって言っちゃった。ちょっとすいません。なんだ、熱いんです。こっち側はあまり見せるからこちら。大丈夫か。ちょっと待ってください。ボコボコしてます。こっち側が。ごめんな。じゃあ次を言ってみよう。鼻の穴にお菓子を詰めてみような。かっこよくいられるかどうかだ。じゃあお菓子を。かっこよく入れないと思いますけどね。みんな大好きじゃがりこだ。言っちゃうんですね。言わない方がいいんじゃないですか、そういう人って。大丈夫大丈夫。そんなの片方の花に何本入るかだな、まずはな。ちょっと持っとけ。ちょっと待ってください。それ以上奥行かれたら吐くなります。ちょっともう中のつぶつぶも俺のやつなのかどうなのかすごい気になっちゃって。分かった、すまない。俺が協力するの。分かった。そうでしょうよ。加減が分かんないんだ。
2本いくぞ、とりあえず1に2本かっこよく、かっこよくいろかっこよくいろ3本いくぞ、3本いややめとこか、奥が奥ですね、今今の、こっから先ダメですじゃあ、僕片方の方行こうこっちのな、はい2本行くぞお前、左穴の方がちっちゃいな左胸の方が大きいみたいに言いますね実にかっこいい本当ですかな、実にかっこいいいいじゃないかおおおあ先輩何の味しました鉄の味がしたということでお教えしよう答えは鼻の穴にじゃがりこを詰めるだぜひやってみてくれ